こんにちは。今日はですね、矯正を始めて半年が経過いたしました。なのでこの半年でどのくらい歯が動いたかっていうのと、顔の変化とか口元の変化を写真で振り返ってみようと思います。矯正を始めてから毎月1ヶ月ごとに、矯正を始めて1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月って動画を出してきてるんですけど、この動画を見ていただけたらこの半年間の歯の動きとかがわかると思うので、ぜひ最後までチェックしてみてください。そして概要欄の方に毎月の矯正の様子の動画を載せておくので、ぜひチェックしてみてください。はい、じゃあ早速写真を見ながら振り返ってみたいと思います。まずは矯正を始める前の歯はこんな感じです。今よりも歯の本数が4本多いので、口の中に収まりきってないからすごいガタガタなんですけど、矯正を始める前はこんな感じでした。で、次が矯正をつけた日に撮った写真になります。まずは上の歯だけついてますね。一番初めにつけるワイヤーは細くて柔らかいものなので、歯を動かすっていうことよりかは矯正のワイヤーの生活に慣れるっていう感じで、最初はこういうワイヤーをつけてました。私は前歯の重なりがすごく気になってて矯正を始めたっていうのもあるんですけど、やっぱ今見るとすごいですね。前歯が片方出てて重なってて、ワイヤーの線とかもすっごいグニュってなってて、すごい歯並び悪いですね。で、全体で見た時の写真がこんな感じです。やっぱ遠目で全体を見ても歯並びの悪さがすごい目立ちますね。横顔の E ラインはこんな感じになります。E ラインっていうのは鼻と顎を直線で結んだ時に、線より内側か線より出てるかっていうので横顔の綺麗さが変わってきます。歯列矯正ではこの E ラインが重要視されているうちの一つだと思います。なので私は口元が出ているタイプなので歯を抜いて引っ込めています。はい、次の写真は10日後になります。初めてワイヤーをつけてから10日後の写真がこちらになります。で、この日に私は上顎の抜歯を1本しました。こんな感じになりますね。ちょっとグロいんですけど、こんな感じです。10日経った時はまだそこまで歯並びは変わっていません。で、一応動画もあったので載せておきます。次は4日後に上のもう1本の4番の歯を抜きました。この時は本当に上顎を2本抜歯してる状態なんで、ご飯が食べれないっていうのがすごい辛かったです。その時の様子も動画にしてあるので、ぜひ見てみてください。上の歯の抜歯をしてからどんどん歯が動いていきました。抜歯をする前は歯が全部あった状態で、すごい窮屈でガタついてたんで、歯を抜いたことによって動けるスペースができたので、そこから歯が動き出してきました。で、20日後ぐらいに撮った写真がこちらなんですけど、もう歯が重なり合ってるのが収まってきてるんですよね。抜歯をしてから20日後でもう歯が動いて、前歯の重なりが引っ込んで横に並ぶようになってきました。この時はすごいびっくりしました。やっぱ前歯が重なってたので、それがすごい嫌だったんで、初めて横に歯が並んだのを見てすごい嬉しかったのを覚えてます。で、その1ヶ月後に下の歯のワイヤーと1本抜歯を行いました。上の前歯はもうだいぶ横に綺麗に並んでますよね。で、この時にはもう上の歯の抜歯跡っていうのはだいぶ癒えてきてたので、楽になった頃にまた下の歯を抜歯したんで、また辛い生活がちょっと続くんですよね、この時。で、この歯は5番目の歯を抜いたんですけど、この手前の4番目の歯がもう内側に倒れ込んでて、ワイヤーの形もすごいんですよね。で、この1ヶ月後にまた残りの最後の4番目の歯を抜きました。で、1ヶ月後なんですけど、まだこの倒れ込んでた歯はあんまり変化はないですよね、この時は。で、この抜いた方の手前の歯が、これも隣の歯に重なり合ってて、この歯もすごい気になってて、ここにすっごい食べ物とかよく挟まってたんですよね。で、私こんな感じで歯をこうやって合わせた時に下の歯が隠れるんですよね。私は噛み合わせが深くて下の歯が見えないんですよね。で、これをこの前を後ろに下げることによって
ちゃんとした噛み合わせになるので、これも結構楽しみです。で、1週間後ぐらいがこんな感じです。上の歯はもうほんと綺麗に並んできてて、綺麗ですよね、こうやって見たら。下の歯はまだガタついてますね。やっぱここが気になりますよね。で、上の歯が4ヶ月目の時、3番目の歯を動かし出して、この3番目の歯を抜歯したスペースに引っ張っていくっていう段階になってたんで、これは歯が動いてきてるっていう写真です。これは下の歯が2ヶ月の時なんですけど、この内側に倒れ込んでた歯がだんだん戻ってきてるんですよね。これこの反対の重なり合ってた歯も少しずつ動いてきてて、角度が変わってきてるんですよね。で、5ヶ月目の頃はこの引っ張ってた3番の歯がだいぶ動きましたよね。反対側も最初は全然動いてなかったのに、ちょっとずつ隙間空いてきてますよね。上の歯が5ヶ月で下の歯が3ヶ月の時はもうだいぶガタつきが収まってきてますよね。で、ここで半年に入った月の初めがこんな感じで、もうめっちゃ綺麗。最初に比べてね、下の歯も内側に倒れ込んでたり、この重なりとかもうすごい出てたのに、だいぶ綺麗な U の字に向かってきてますよね。矯正始める前とか、矯正装置をつけて1ヶ月の時と今の半年を比べると、だいぶ綺麗になったのが分かりますよね。画像で見てみるとこんな感じになります。本当に徐々に少しずつ変化して歯が綺麗になっていくのが分かると思います。まあこんな感じで、矯正を始めて半年が経ったので、どのくらい歯が動いたとか毎月写真とか動画にしたりねはしてたんですけど、改めてこうやって最初の頃とか1ヶ月2ヶ月っていう風に比較してみると、すごい歯が動いたんやなっていう風に思いました。今の段階でも矯正してよかったなって思えるので、これから2年後とかにはもっと綺麗になってて、自分で自信を持てるような歯になってると思うので、もう半年でもすごい満足してます。はい、じゃあこんな感じで半年間の歯の動きを振り返ってみました。これからも1ヶ月ごとの矯正の様子は動画にしていこうと思うので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。矯正を始めてから1ヶ月ごとの様子の動画は下の概要欄に載せておくので、ぜひ時間があったらチェックしてみてください。あとリクエストとか、私に聞きたいこととかやってほしいこととかがあったら、ぜひコメント欄の方にコメントしていってください。はい、じゃあ今日はここまで見ていただきありがとうございました。バイバーイ。